先生さんこれからね50歳を迎えるにあたって私は思うんですけども私が50になってもまだ人生の半分をいくかいかないかっていうとこなんですよねそう考えていくとそっくりそのまま残り50年とか、まあ、健康状態にもよりますけども少なくとも20年とか30年ってのはあるわけですよとしたらですよこれから3年とか5年かけて一つのことに打ち込んでそのスキルをものにしても全然遅くないなと思うんで 今日から YouTube を始める50代60代の方にねこれは言いたいんですけども今からでも十分間に合いますよただしもう遅いと思ったりねもうこの年になってとかね進化を本当にやめるんであればもうそこで人生は終わりですよただ余命が続くだけであってそれはねひどい言い方になるかもしれませんけども死んではないけども生きてるとも言えないんじゃないかなと思うんですよ 本当はね、人生ってのは自分の思い通りに絶対に自分の思い通りにいかなければ何なんですかねだって代わりの人生ってないわけですよ終わったら終わりなんですよ過ぎたらもう取り戻せないわけですよその中で自分の思い描く最高の人生がもし遅れないとしたらそれでいいんですかってことですよねいや私は絶対ねこれは手に入れておかなければ俺の人生じゃないなと思うものはいくつかありますけども その全てを手に入れたとは言いませんけどもでも全てを手に入れ続けてますね思えばもうねこれ以上ないわけなんですよただこれからいろんな欲望が新たに湧き起こってきた時にはそれを掴むためにまた歩み出すとは思いますけどもいや今日までのいや昨日までか昨日までの欲望は全て叶えてきたかなっていうふうに自信を持って言えますねそして今日一日を生きる中で新しい欲求にまた出会えると思うんですよ そしたらその欲求をまた消化するようなそんな日々を送っていきたいと思いますしそのためにはお金や時間っていうのは最低限必要なんですよ。お金や時間がなければどっちに行こうとも何を考えようとも行き止まりっていうのが早く訪れちゃいますからね。いやそういう意味でね私は自分の人生を100%を謳歌するためにはそれなりの下準備いわゆる時間とお金っていうのは絶対に克服していかないとなと思うわけなんですよね。 そしてきっと時間とお金の自由が広がれば広がるほど、また新しい欲求に出会っちゃうんですよ。そしたら今度はその欲求を叶えるべき、自分の自由度をまたさらに大きくしていく。そうやって進化成長っていうのはあるんではないかなと思うんですよ。私は進化成長が素晴らしいというわけではないんですよ。ただ何かをやろうと思ったら進化成長が不可欠だと言ってるわけなんですよね。そういうふうに考えてるんですけどもいかがでしょうか。いきましょう。